次に山本太郎君の質疑を行います山本太郎君令和新選組山本太郎です資料1資料総理のポリシーとして知られるのは聞く力でございますこれまで人々の声を聞き続け総理大臣になって形にした政策その中で一番手応えがあったものって教えていただいていいですか岸田内閣総理大臣 総理大臣になってから取り組んだ政策の中で、手応えを感じているもの、これは自分自身、今日までの取り組みの中で、防衛力の抜本的強化ですとか、エネルギー政策の転換ですとか、子供も・子育て政策の拡充ですとか、そして、 えー、外交、まあ、G7 と議長国としてのこの外交の取り組みですとか、まあ、こうしたものについて、えー、一定のこの手応えを感じているところであります山本太郎君。たくさんありますね、えー、総理のここ2、3年ほどの活動を見ていると、えー、格差の是正、経済成長というキーワードが浮かび上がってきます。資料ののの自民党総裁選の政策発表ではは格差が広が広れば経済の好循環は実現せず と主張されました格差をなくして経済成長をさせるんだという意気込み、これが強調されていると思います資料の3、自民党総裁選で岸田候補の目玉政策は金融所得課税、格差を是正する上でもこれ、非常に重要なんですね。株株などで設けた 金融所得は所得税とは分離される形で、高所得者には税率が低く抑えられていると、資料の4、財務省、令和2年分、えー、申告所得税標本調査を見て、所得10億円と所得100億円の所得税負担率とほぼ変わらない負担率になるのは年収、いくら程度でしょうか財務省、青木主税局長。お答えします。 えー、政府税庁にあの提出した10月18日の資料でございますがその中であの所得税の負担率につきまして、えー、5億円から10億円の所得を申告している方は21.4% 50億から100億の所得を申告している方は17.1%となっておりますでこの二つの,あの所得税負担率に対応する所得金額1億円以下の申告者の所得につきましては 例えば21.4%の場合ですと、2000万から3000万円程度、17.1%の場合は15 1500万円から2000万円程度となっております山本太郎君。 はい、所得1億円を超える富裕層では金融所得の割合が高く所得税の負担率が下がっていく傾向が強いとこの壁を壊し格差是正をするという岸田公約だったわけです資料の5フランスの民間の調査では、えー、日本の富裕層の数は365万人アメリカに次いで世界第2位資料の3増税が必要だったえ必要だって言うんだったらまずここからですよね さまざまな声を聞いて、格差是正が必要だと訴えた。岸田総裁候補が金融所得課税を宣言。資料の六。ところが、たった一ヶ月で、当面、金融所得課税は強化しないと、一気にトーンダウンなんです。たった一ヶ月、華麗なる手のひら返し。総理、これ、一体、誰の声を聞いて引っ込めることにしたんですか。お答えください。岸田内閣総理大臣。 1>, あの1億円の壁の問題、金融資産課税の問題、これについては、これ、今現在もこの課題について取り組みは続けておりますこうしあの。こうした課題について、まずはこの市場への影響等を踏まえながら、第1弾として令和5年の税制改正において、特にこの負担率が大きく下がる階層があります。 そこから手をつけることによって、えー、こうした金融資産、えー、課税についても、この課税を強化する、まあ、こうした取り組みをスタートいたしました、えー、今後も市場の動向もしっかり踏まえながら、引き続き議論を続けてまいります山本太郎君。まあ最初の,その、えー、総裁選の時の勢いとは、またちょっと変わっちゃったわけですよね、トーンダウンされたわけですだって当面、触らないって言い直してるんだから、もともと自分が発した言葉を。 でも今、少し触り始めたんだ、これから触り始めるんだってことをおっしゃったってことですよね、まあ、これ、評判悪かったんでしょう、一般庶民からは評判が良かった、でも評判が悪かった人たちがいたと思うんですよ、じゃなかったらさっさとこの数年の間に進めてたと思うんですね、大胆に。おそらく金融所得で儲けまくってるような資本家たちへの聞く力を発動させたんじゃないか、だからこれだけ弱腰になってるんじゃないか、そう思うんです。一部の声だけ聞く力、岸田総理に始まったことじゃないんです。 日本の安定雇用をぶっ壊し、株主市場主義へと転換させたのが自民党、30年かけて日本を衰退させた戦犯です。資料の7、財務省、法人企業統計から何が分かりますか財務省、渡辺財務総合政策研究所長。お答え申し上げます。法法人人企業統計調査は国内の営利法人等を対象に その資産、負債および純資産並びに損益等について調査し、我が国における企業活動の実態を明らかにすることを目的としております山本太郎君、はい。資料8、財務省97年度を100として2020え、2022年度、企業の売上どうなってますか財務省渡辺財務総合政策研究所長。 答え申し上げます、えー、資本金十億円以上の大企業の売上高につきまして、1997年度を100とした場合の、えー、2022年度の係数は、えー、108.9という形になっております山本太郎くん、はい。売上はほぼ横ばい、資料の9、経常利益どうなってるか教えてください渡辺研究所長。 同じ形で、経、え、常、ー、利益につきましては、あとなっております山本太郎君。株価を持続的に上げるためには、経常利益をかさ増しする必要があるんですね、売上は横ばいなのに、どうやって3.8倍近くになるんですか、資料の10、財務省渡辺政策研究所長。 申します同じベースで、えー、配当金は808.7となっております山本太郎君売上は横ばい、でも株主への配当は8倍以上、これ、誰かを泣かせないと株主にはお金回りませんね、えー、資料11、財務省、渡辺政策研究所所長。 同じく従業員給与につきましては、100.2となっております山本太郎君。株主は8倍になったのに、従業員、給料上がらず、それどころか働き方、ぶっ壊されてますもんね、資料1 2に設備投資、どうなってますか渡辺政策研究所長えっとあのソフトウェアを除く設備投資になりますが、それは86.6となっております。 未来への投資、設備投資を削りまくったら、当然、イノベーションなんて生まれなくなるんですね。資料の13、これ全体になります、賃上げも行わず、雇用を不安定化させてコストカット、長期的な視点での投資も行わず、短期勝負で株主に利益を流し込み、株主資本化え、それらの利益は肥大化するばかり、このような株主市場主義に日本を作り変えたのが自民党ですここののままじゃ未来ななんかない当たり前のことです。 金融所得課税はやりませんと、まあちょっと先ほどやってますってことですけれども、ずいぶんトーンダウンして勢いなくなってんですね、超富裕層、資本家に媚びた総理、さらに聞く力加速します、資料の14、岸田総理の総裁選の政策、所得倍増、これはあまりにも有名ですよね、資料の15、えー、現在、実質賃金どうなっていますか、はい、厚生労働省、森川政策統括官。 毎月金と統計調査によりますと、実質賃金は令和4年4月から令和5年9月まで、18か月連続のマイナスとなってございます山本太郎君、はい。所得倍増どころか、今月乗り切るだけで精いっぱいと、資料16、総裁選で所得倍増と豪語した岸田さん、その8か月後、方向転換です。 新たに発表したのが資産所得倍増、所得を増やしたいなら株でも買って小銭を稼げって話ですよ、資料の17、ロンドンの金融街で総理は、日本の個人の金融資産は半分以上が現金、預貯金で約2000兆円ある、政策を総動員して、それらを投資に振り向けると宣言しました、総理、私、こういう詐欺師みたいなやり方、やめた方がいいと思うんです。 個人が投資をするのはそれぞれの勝手ですよ、でも国家がバクチンに手を出せと、大々的に煽るのはなしじゃないですか、まともじゃない、総理ご自身はどうなんでしょうか、資料18、岸田総理の最新の資産公開、有価証券の内容と金額を教えてください内閣官房、須藤内閣審議官。お,お答え申し上げます。<coughs> お尋ねににつききましては大臣党規範に基づき 第二次岸田内閣発足に伴い、令和3年12月24日に公開しております、それによりますと、岸田総理は有価証券は保有していないものと承知しております山本太郎君、はい。総理ご自身は金融商品には一切手を出さずに、自分の財産ちゃっかり守るんですね、そのせこさ、世界一、まさに優勝です。資本家の要望だけ聞く力は これ、とどまらないんですね、資料の19、経産省、賃上げ税制とはどんな制度でしょうか。経済産業省、山下経済産業政策局長。 賃上げ税制は、事業者が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税等から税額控除できる制度で、例えば中小企業であれば、雇用者全体の給与が前年度比1.5%以上増加した場合に、増加額の15%を法人税額等から控除するものでございます山本太郎君、はい、資料の20、賃上げ税制が適用された企業の数を教えてください。経済産業省、山下経済産業政策局長。 え令和3年度で13万8063社でございます山本太郎君資料21、日本の全企業、全法人のうち、賃上げ税制が適用された企業の割合は経済産業省、山下経済産業政策局長、え令和3年度で約4.8%でございます山本太郎君。これ、賃上げに対応できてるって、多くが大企業なんじゃないですか、得をするのも大企業、誰のための制度設計をやり続けてるか、これ、明らかなんですよ。 武器を作らせろ武器を輸出させろと長年にわたって要求し続けているのが経団連です2004年2010年2015年の要望書が資料の22になりますこれらを実現するために自民党は集団的自衛権の行使容認や武器輸出の緩和を進め今年通常国会では大軍閣を前に進めた43兆円もの巨額予算結果国から大規模な発注を受けた者たちだけほくほくです 資料23、三菱重工上半期、前年比で5倍の約1兆円と過去最高、川崎重工、前年比より2000億円増えて4600億円、NEC、受注高、前年比40%増、企業の稼ぐ力を強化するという総理の宣言通りですね、まさに有言実行、ただしい、お仲間周辺だけ。資料の24 支持率下がりっぱなしの岸田政権に対して経団連の会長は支持されていないのが不思議とコメント彼らの利益だけを確実に増やしているわけだから不思議も何もないですよね。資料の25 岸田政権で負担増になった、または今後負担増になるもの、小規模事業者潰しの増税、インボイス、首都高値上げに鉄道運賃も値上げ、森林環境税などなど、資料の26、負担増が議論されているもの、国民年金支払い期間の延長、高齢者の介護保険、自己負担率値上げなどなど、総理、国民の声をですね、そろそろ聞いていただいてもよろしいでしょうか。 資料の27、消費税の減税を望む人々、今や約6割、総理にお聞きしたいんです、この約6割の声、聞こえていますか、聞こえていませんか、どちらかでお答えください。岸田内閣総理大臣。えー、消費税の、まあえー、引き下げについて、えー、国民の皆さんの中から声があるということは承知しております。 えー、しかし、えー、政府としては、えー、この国会でも申し上げておりますように、可処分所得を、えー、支える方策として、別の政策を用意しております山本太郎君。消費税の減税について、これ、時間がかかるから、これ、やれないんだというご説明もされてますよね。 資料の28、これ、総理も野党の第1党も、これ、消費税減税は時間がかかるんだって言うんですよ、で自民党の茂木前幹事長に至っては、消費税の減税には半年から1年かかると具体的に発言されてます、総理、消費税の減税は時間がかかるんですか、教えてください岸田内閣総理大臣。あの消費税の減税、えっと、各国とも事情はさまざまであります。 ドイツ英国においては、付加価値税、えー、税率の変更の際に、まあ、総額表示、えー、義務のもとに、えー、価格設定、価格変更のタイミング、えー、をまあ判断するということであります。日本においては、消費税、最終的な負担、消費者にまあ転嫁するという考え方のもとに、まあ、制度が出来上がっています。えー、このの変更に当たって値札の張り替え システム改修、総合の準備が必要である、事情は大きく異なっていると認識をしております山本太郎君各国比較に対して答えてくださいっ言ったわけじゃないですよ、官僚挟み込む紙、間違えてません、次いきますよ、減、はいえー、税の発表から議会での法的手続きなど、減税の実施までにかかった期間はどれぐらい,だろうな,どれぐらいなのか、まあ、海外で消費税、まあ、付加価値税とも呼ばれるんですけど、4カ国の事例で教えてください。 国立国会図書館深沢専門調査員先生からお示しいただきました4か国のそれぞれにつきまして、お答え申し上げます。まずイギリスでございますけれども、レストランなどにおける飲食の提供、それから宿泊サービス、娯楽サービスには、通常であれば付加価値税の税率として、標準税率の20%が適用されることになっておりますが、コロナ禍の下では、 2021年の9月までの次元措置として5、5%の軽減税率が適用されておりました。このときの付加価値税率の引き下げですけれども、2020年の7月8日に公表され、それから7日後の7月15日に行われております。続きまして、ドイツですけれども、やはりコロナ禍の下で、2020年の12月までの次元措置といたしまして、付加価値税の標準税率が19%から16%に。 また、軽減税率は7%から5%に引き下げられておりました。これらの税率引き下げですけれども、2020年の6月3日に公表されまして、それから28日後の7月1日に実施されました。さらにアイルランドでございますけれども、2009年12月9日に付加価値税率が21.5%から21.0%に引き下げられるとの公表がなされまして、それから23日後の 翌2010年1月1日にそれが行われております最後にマレーシアでございます2018年5月の下院議員総選挙で付加価値税の廃止を掲げる野党連合が勝利いたしまして政権が交代しましたそうした中その年の5月16日に付加価値税率を6%から0%に変更することが新政権によって公表されまして公表から16日後の6月1日には実施に移されております以上であります の太郎君はいイギリス7日、ドイツ28日、アイルランド23日に、マレーシア16日、日本は値札付け替えるのに時間がかかりましてね、減税まで半年です、1年です、こういったボンクラ議員は引退すべきですよ、やる気がないだけじゃないですか、さっさとやってくださいよ、総理、消費税が社会に及ぼす悪影響、何が考えられるか教えてください岸田内閣総理大臣、えー。消費税については、あ消費税。 社会保障の財源と日本学においいてては位置づけられています全、えー、世代型社会保障制度、えー、少子高齢化の中で構築していく中にあたって、この財源を大事にしなければいけない、そういった観点から、この減税は考えていないと申し上げています。えー、弊害というよりはこの、えー、この消費税そのものの位置づけ、 日本における位置づけを考えてまあ、現在は考えていないということを申し上げていますそれから先ほどはいろいろご指摘いただきましたまあ、一つ一つ反応はしたいところでありますが、えー、所得所得倍増についてもそういった取り組み続けているからこそ来年に向けて賃上げこのが重要だと いうことを申し上げております資産倍増ということについても、NISA のこのスタートを来年に控えて、ぜひ中間層の可処分所得、これをしっかりと拡大していきたい、こういったことを申し上げているわけでありますし、また企業の配当が高いというものがありました、これはまさに企業のこの成長の果実をどう使うのか。 賃金と投資に振り向けてもらいたい、こういった循環を作ろうと、まあ、申し上げているところでありますし、賃上げ税制についても、これ、活用が少ないではないか、こういったご指摘の中で、ぜひこれ、えー、来年度に向けて、 赤字企業においても活用しやすい制度の改革、これも予定しているところでありますし、また防衛力強化についても大企業優先ではないかということでありますが、防衛力は 大企業だけではなくして部品等を作るこの中小零細企業この全体のサプライチェーンを充実することが我が国の防衛力強化につながると思います中小零細企業も含めて、えー、しっかり支えていく取り組みであると認識をしております 山本太郎君、はい、消費税の悪影響もしゃべれないんですね、ごまかしばっかりじゃないですか、ペラペラの答弁ですよ、資料の30、えー、内閣府の四半期別 GDP 速報年、97年以降、3回の消費増税、その直前の四半期と翌年同期を比較、実質民間消費の減少額は、同じ方法でリーマンショックによる減少額も教えてください内閣府野村経済社会総合研究所,所次長。 お答え申し上げます、1997年4月の消費税率引き上げの直前の四半期、97年1、3月期と、翌年98年1、3月期を比較をいたしますと、98年の1、3月期は、対前年でマイナス7.5兆円であります。2014年4月の引き上げ時は、2014年1、3月期と2015年1、3月期を比較しますと、 対前年ででマイナス兆円であります2019年10月の引き上げ時は、2019年7、9月期と2020年7、9月期を比較しますと、2020年7月期はコロナが広がった時期に当たりますが、マイナス18.4兆円であります。また、2008年9月のリーマンショック時は、2008年4、6月期と2009年4、6月期を比較しますと、2009年は対前でマイナスの4.1兆円でございます。 山本太郎君、はい、消費税増税するためにリーマンショック以上の影響を及ぼしてるんですよ、経済災害です、そこから回復するまでにどれくらいの期間がかかりましたか、資料31、内閣府、先ほどのデータで97年から2019年、消費増税後の落ち込みが増税直前のレベルに回復するまでかかった期間は、同様にリーマンショックも教えてください内閣府野村経済社会総合研究所次長。 答え申し上げます。えー、駆け込み需要で、えー、押し上げられた水準に向けて回復するという計り方は通常してございませんが、数字上、同等の額に達,する達,する達した時期ということで申し上げますと、97年1、3月期の季節調整済み実質、民間最終消費支出26、267.2兆円を超えましたのは、3年9か月後、金融危機等の経た後の2000年10 12月期の269.7兆円であります。 2014年1、3月期の310.5兆円、2019年7、9月期の304.8兆円は、直近の2023年7、9月期の民間最終消費支出は、実質が294.7兆円、名目が318.9兆円であり、名目では超えておりますが、実質では超えておりません。 からリーマンショック時につきましては、リーマンショック直前の2008年4、6月期の288.0兆円を超えましたのは、1年9か月後の2010年1、3月期が288.8兆円であります。なお、リーマンショック時は厳しいデフレとなりましたので、名目で超えましたのは5年後の2013年4、6月までかかっているというところでございます。 山本太郎君リーマン・ショック、回復までに1年9か月かかった、消費税5%、増税前に回復するまで約3年9か月、消費税8%、5年たっても増税前には回復せず、回復しないまま2019年10、10%に増税、消費税10%、増税前の水準には4年たっても回復していない、これ、みんなを貧しくしてるんです、資料32、厚労省、この国の国貧困率どうなってます厚生労働省、森川政策統括官。 令和4年、国民生活基礎調査の結果によりますと、令和3年の日本の相対的貧困率は15.4%となってございます。山本太郎君、65人に1人が貧困、資料33、OECD の貧困率データで、韓国、アメリカは何パーですか厚生労働省、鹿沼政策統括官。 はい、いお答えいたします。えー、OECD が公表しております統計データベースにより,よりますと、お尋ねいただいた韓国、アメリカの相対的貧困率ですけれども、韓国は2020年で15.3%、アメリカにつきましては速報値ですが、2021年で15.1%であり、確定値ということであれば、2020年の16.4%ということでございます。山本太郎君、はい。貧困率の上位国を日本が抜いてるんですね。日本だけ30年に及ぶ不景気。 コロナが来て、物価高のトリプルパンチ、中間層も低所得者も人間の尊厳守れる生活、送れてません、資料34、総理は人間の尊厳について語られてますよね、総理の考える人間の尊厳、教えてください岸田内閣総理大臣。えー、国際社会があこのお、まあ、根底から その秩序が今、揺るがされている、こうした不透明な時代にあって、改めてこの法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守っていく、この一点において、国際社会が再び結集することが大事だということを申し上げています。そそしてその先に 我々が目指すものこれは人間の尊厳を守るという目的のために国際法に基づく国際秩序を守っていくこうした点において国際社会を結集していくことが今、分断や対立がこの指摘される国際社会において再び連帯をこの実現するために重要だ。 こういった考え方に基づいて、外交を進めております。山本太郎君、外交答弁のコピペはいらないんですよ、人間の尊厳って何ですか、総理のお考えをお聞きしたいんです。岸田内閣総理大臣。人間が平和に通常の生活を送ることができる、食事も医療も必要なときにアクセスすることができる。 家族が平和に過ごすことができる、こうした環境を作ること、これが人間の尊厳を守ることであると考えます山本太郎君資料35、子ども家庭庁第1回ひとり親家庭支援部会、赤石委員提出資料のアンケート、どんな内容ですか、あったと答えた人が50%を超える項目、子ども家庭庁、良純支援局長。 お答えいたします。お尋ねのアンケートは、NPO 法人、シングルマザーズ・フォーラムが実施している食料支援の利用者4307人を対象に、本年3月に実施したアンケートであると承知しております。このアンケートにおいて、回答者の体験性でよくあった、時々あったと回答された割合の合計が50%以上となった項目、およびその割合につきましては、米などの主食を買えないときがあったが65%、肉、魚を買えないときがあったが87%、 子どもの服や靴を買えないときがあったが90%、玩具、文具、学用品を買えないときがあったが75%、親の食事を一食抜かすが79%となっております山本太郎君。30年に及ぶ不景気、コロナで物価高、苦しんでいるのは一人を痩せたいだけじゃないんです、中間層でも大変な状況、人間の尊厳守られてないんですよ、これ総理、お願いがあるんですよ、この国救ってほしい、この国に生きる人々、救ってほしい。 まずは物価を下げる、みんなの持ってるお金、使えるお金を増やすという意味では、消費税、これ、本当に廃止、もしくは減税、お願いしたいんです、お願いします。岸田内閣総理大臣。えー、消費税については、先ほど来申し上げたとおりであります。えー、そして、今、賃上げ、えー、を実現しなければいけない、そのために可処分所得。 これを盛り上げなければいけないその方策として政府は今お示している総合経済対策これを進めてまいりますぜひこの形にこの政策を進めることによって賃上げを実現し経済の好循環を実現したいと思いますそのことによってこの所得倍増あるいは企業におけるさまざまな うーんと内部留保、えー、この配当ではなくして、えー、賃上げや投資に振り,まけ振り向けていくとさまざまな成果につな、えー、げていき、えー、日本の経済、新しい循環を実現したいと考えています山本太郎君。可処分所得が上がるっていつの話なんですか、先の話でしょ、今なんですよ、年越せないんですよ、今苦しいんですよ、先ほどのアンケート見ましたよね。 中間層も苦しんでるんですよ、今すぐやってほしいんです、どうしてそれやらない、これね、国民生活が緊急事態だってこと、全然分かってないじゃないですか、来年にはどうにかなるんじゃないか、上がる傾向があるって、そんな話じゃないんだよって、30年の不況にコロナが来て、物価高が来てるってことを、政治が理解してないじゃないですか、今必要なことは消費税の廃止、季節ごとの一律給付、社会保険料の減免、国民の皆さん、控えめに言っても、これ、殺しに来てるって思った方がいいと思います。 このまま行けばペンペン草も生えないような将来が待ってる貴族の集まりに長田町をみんなでひっくり返しましょう令和新選組がその先頭に立ちますありがとうございます以上で山本太郎君の質疑は終了いたしました本日はこれにて散会いたします